動画の視聴ありがとうございます。えー、こちらは会社法、商法特典アップ大作戦、設立についてと。こちらの方をやっていこうと思います。えー、私、レック専任講師、司法書士講師の根本と申します。よろしくお願いします。えー、こちらでは行政書士権によるまず毎年一問出る、設立の部分、特に今年狙われるところ、このあたりにピックアップして説明しようと思います。そんなに多くの時間を取らせません。ぜひ最後までご視聴ください。 えまずそもそも設立ってどういう手続きをするのかそれを改めて見ていこうと思いますこちらの方の絵を見てやってくださいここに何か集まってる人がいますよね設立を実際に行う方この方々を発起人と言います会社を作っていこうって思っている人でこれは今自然人 になってまますすが法人とということもあります例えばソニーが子会社を作ろうと思った場合はソニーという会社が発人となって子会社を作っていきますじゃあこの発人たち会社を作るには一体どういう手続きを踏むのかとざっくりと4ステップあります四ステップまず1ステップ目 定管作成。こちら会社を作る時は定款というのを作る必要があります。ここには社名をどうするか事業内容をどうするかそういった会社の大元のルールを決めておくんです。まず大元どんなルールにするのかということを決めて あとは集めてきます何をかというとお金ですこちらの方出資とありますお金を集めてきますお金を入れてもらいますこれ株式会社を作るときはこのお金は基本銀行などに入れなきゃいけません 会社の窓口の方に行ってバーンと投げ捨てちゃダメです。いくら払ったか、後をしっかり残す、しっかり残すために銀行に振り込む必要があるんです。まあ株式って5万払った場合と10万払った場合で得られる株式数が違います。だからこちらいくら払ったかを明確にするために銀行に振り込むことを必須にしているんです。 ここここでお金が集まったら次にやることこれが機関のグビ役員を決めることです出来上がった時にどの方にお仕事を頼むかどの方に、ね、会社を任せるか出来上がった後の役員を決めてしまいます。これ例えば取締役経営内容を決める方こういう方を選んでいきます。 そして最後に、この発起人は、登記書に、設立登記申請ということをします。これは、イメージで言うと、会社の出生届です。ういう形できましたお願いしますといった出生届。これが、設立登記申請と思ってください。で、この設立登記申請がされて、受理されると。 この登記者の方にはこの会社の登記簿が出来上がりますこの会社の登記簿会社の戸籍みたいなもんなんですで、会社はこの登記戸籍これが作られることによって会社が出来上がります こちら、出生届をして、戸籍ができて会社になると。一応あの、自然人はどう自然人は生まれて出生届を出して人間だっけ違うよね。生まれたところで人間だよね。会社は出生届を出して戸籍ができて、初めて、こちら、人、法人として認められます。目に見えない形なので、目に見えるようにして、初めて、 法人、人とと、して認めるとそんなふうに思ってくださいステップは定款を作る出資をする期間を決めるそして登記申請をするとでこれがどんな感じで出てるのかと次のページに参ります。 こちら2014年から出題傾向をちょっと探ってみると、定款を作る、出資、期間を具備すると。で、あと一問目、責任ってあります。これね、この責任なんです。あの、会社が、あの、うまく最後まで行けばいいんですが、途中で頓んざしちゃったと。設立うまくいかず頓んざしちゃったと。って言ったらね、彼らは、 もらったお金を返金する必要があります。それとか、現物出資、物で出資があった場合に、評価を間違えた。一千万だろうと思ったら、え。三百万しか価値がなかったんですか。こうなった場合はね、個人的に賠償ってもらうんです。現物出資の評価を間違えたとか、会社設立しくじっちゃった。 という場合は、個人的な賠償責任を負います。それが、この一番右に載っている、右二つ目の責任という部分です。はい。あとは、その他と書いてます。で、こう見ると、よく出てるのが。もう明らかに、この三つなんですね。この三つが、明らかに多く出てます。 で、近年の傾向を見ていく限りこういう感じで出資と責任が出てるんですよさっき直近で。ってなると絞るとしたらここの出資の部分ここは絞って少なくともここだけは集中的に学習すべきだと考えられます。 ということで、今回、こちらのガイダンスの方では、特に出資に絞って説明をしていきます。第2編、出資部分のインプット。こちらの方では、出資手続きの流れが載っていますで。ちょっとまずその前に、こちらの25条とよく出る条文を説明します。 確保機任は会社設立に際し設立確保株式を1株以上引き受けなければならない。引き受ける。結局株を買いいなさいってことです。株を買いいなさいってことです。あのまあ、料理とかを考えてほしいんですが例えば自分も食べて家族も食べる料理を作る場合とまあ家族だけ食べる、まあ、子供だけ食べるとか他人だけ食べるっていう場合の料理って皆さんどうですかね 地下の入れ具合まあ多分皆さん多分使い分け変わらないと思うんですけどまあ私なんかなんかだろう自分が作る料理自分が食べる料理だったらなんかこうちゃんと味見なんかしながら、まあ、しっかり作るけど、まあ、他人が食べるんだったら別にどうでもいいかど,ど,ど,どうでもいいか言い過ぎか、まあ、手を抜くとは言いませんがまあ多少っていうのは出ちゃうんですよね、うん、全然話変わりましたね何言ってるかというとこれね発起人は 一株以上株を買えって言ってるんですこの子を見ててください発起人となったら絶対一株買う絶対株主になるんですなんでそうしたかっていうと設立手続き責任を取らせるちゃんとやってもらうちゃんとやってもらうために 絶対一株以上は買いなさいっていうルールにしたんです実は後々になって発起人が買ってないってことが分かると設立バーン無効にされる恐れがあるんですそれほどこのルール重要なんですよ発起人は絶対一株以上は買いなさいと ここに載ってる図はね発起人は絶対一株以上買うその発起人が株を買うとこのルールだと思って聞いてくださいじゃいきましょうまず冒頭発起人全土による設立地・発行株式に関する事項の決定 これは発行条件株を発行する条件を決めるところなんですこれぜひ3つ覚えてください数と額と資本金数と額と資本金これを 全員の同意こう覚えちゃって数と額と資本金を全員の同意で決めるで次のブロック「引き受け後ちたなく全額の払い込みまたは現物出資代の給付払いなさい渡しなさい」でポイントは「遅滞なくすぐに」と。 すぐにどころ何うんだとりあえずすぐに払いなさいってだけで何日までとは言ったんですでここでみんなが払ってくれればおしまいですミリコあり払っていない人がいるとどうなるか次のブロック読んでいきます 出資未利口者に対し、国金は一定期日までに利口すべき旨を、その期日を2週間前までに通知する。払ってない人がいた場合ね、ここで、ラストチャンスをあげるんです。ここでね、締め切りが切られるんですよ。何日までに払いなさいね。ラストチャンスだよ。と それではラストチャンスの連絡が行く。で、一番下。このラストチャンスまで払わないと、その人は株が買えなくなります。ポイントは、ラストチャンスが与えられて、払わないと失権するってところです。その点注意してください。 で、ちょっと、この部分、細かく見ていきます。次のページ参りましょう。三十四条。という条文があります。はい。で、こちらですが。出資内容が。 お金じゃなくて、物で出資するような場合。例えば、不動産で出資する。キャッシュはないんだけど、不動産どうだいあ、いいっすよ。こういったものをね、現物出資って言ったりします。はい。で、物で出資するってなった場合、やることは2つあります。物を渡すことと、不動産であれば、 名義変更をすることですはいでそこなんですがまず引き渡しをしますでその後名義変更をしたいとこなんだけどここ会社設立です、ね、実はこの間の間会社名義に登記はできないんです あのさっき戸籍の話をしましたがいつから会社になるんだっけそう戸籍を作って会社なんですよここでやっと会社なんですまだここまで回収ゃないんですよってことはこれ会社の名義にできないんですこの場合どうなっちゃうかっていうと例えばね出資者が A だとしたらね出資者が A だとしたら A は直接登記名義を会社に持っていけない実はね一旦発起人名義にしてその後会社名義にする筋を通すとこうなってしまうんです。 それでいいじゃないかと。って思うところなんですがね。手数料がかかるんですよ。これね、一回登記名義を移すだけでね。不動産価格の千分の二十手数料取られるんです。3000万の不動産だったら、60万ですよ。これ、もし一個一個やったら、 千分の二十が二回取られてしまうんです。しかも、この鑑定、そんな長くないんです。設立登記は済んじゃえば、この明記すぐなくなるんですよ。ってなると。ここね。発起人かまさずに。こう持っていきたいと。 まあそう思うのは、ここはしょうがないところなんです。なので実はね、こちらなんですが、設立の後、この後にね、登記申請をする。設立してから会社名義に登記する。発起人名義にするのをやめといて、設立まで我慢して、設立後に会社名義にする。というのをありにしてるんです。 こちら上の条文読んでいきます。発起人は、設日発行株式の引き受けを遅っなく、引き受けた設日株式につき、その出資がある金銭の全額払い込み、また出資がある金銭がある財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全同意があるときは、登記登録、そうだ権利の設定、または移転を、第三者に移転するための必要な行為は、会社成立後にすることを妨げない。 会社成立後に1回でやる OK ですよとで使い分けてほしいのははい使い分けるのはね「物を渡すこと」「物を渡すことは遅いなく」「器は後回しにできる」「は後回しにできる。物を渡すのはすぐ」 陶器は後回しにできるまずこれが一つねそしてもう一つ後回しにする条件発起人全員の同意が後回しの条件ですというのはねこれね A さんが会社に引き渡しをする。 でも陶器はししばらくしないんだよねってことは登記をしばらくしないってことは二重譲渡されるリスクがあるんですよ二重譲渡されて別人名義が先に登記される恐れがあるんですそこで リスクを覚悟させるために全員の同意。リスクを覚悟させるために全員の同意を要求しています。ということで、繰り返します。死体なく給付、登記は後でもいい。後でもいいけど後回しするときは全員の同意。後回しするときは全員の同意がいると。 ちなみにね、ちょっとこの部分一言言うと。あの。設立の時にね、発起人が複数人いる時って多数決なんです。で、その多数決の決議要件って、いろいろあるんだけど。多くは、全員の同意なんです。だから、もし自分がね、知らないものが出て、発起人の決議要件が出た場合は。だいたい全員の同意とすると、当たりやすいです。 全員の同意としておけば当たりやすいです絶対ではないけどねはいでは次こちらの図なんですが募集設立特有の手続きと書いてます設立には発起設立と募集設立というのがあります 発起設立というのは発起人だけ株を買う発起人だけ株を買う募集設立というのは発起人が買ってあとは投資家の方にこういう会社を作ります株を買ってくれませんかとこういう会社を作ります株を買ってくれませんかってことを募るんですはいでこの場合というのはまずはじめに 設立発行かか全部の募集募集をかけます。部の募募集。集かけ買ってくれませんかっていう募集をかけますでその時にね発行条件を決めるんですが数と額と払い込み期日というのを決めますこれ締め切りね締め切り。 数と額と額払い込み期日を決めるでその後設立募集株式の引き受けの申し込み割り当て申し込み、まあ、名前のとおり割り当て絞り込み「君買っていいよ」「君はダメだよ」選べるんですあ公務員の田中さんですかあいいっすよサラリーマン斎藤さんいいっすよあ反社の反社さんいやちょっとあなたはちょっとダメあなたは買っちゃダメ こんなように絞り込むことを割り当てと言います。で最後払ってもらうと。いうことなんですがちょっとここでポイントになるのはねこれ払わなかったらどうなるかってことなんですちょっと1個前のページのスライドに行きます。に募集株式の 一般投資家一般投資家については買いますってことを言います一方これ初めの段階でもう締め切りが切られてるんです6月3日までねとっていうふうにもうねもう申し込む前から締め切りが切られてるんです申し込む 割り当てを受ける3日で払わない失権ここですが一発アウトですラストチャンスなしです気づいたでしょうかさっきの発ンと違うんですよ上の方括弧1これが にです。発起人は履行しない場合、一株以上申し込む、死体なく出資の履行する、死体なく、締め切りがまだ切られない、締め切りが切られない。はい、じゃあいきますと、引き受けの申し込み、出資の履行がない。 それとほかの発金が通知する「6月3日までよ」と「ラストチャンスだよ」と「ラストチャンス」の連絡がいくそこで払わないと失権するとまあ言ってしまえば。 発起人から見れば、他の発起人は仲間です。他人です。仲間に関してはね、まあ、とりあえず地帯なく払って、ダメだったら、もう一回ラストチャンスあげるよと。ラストチャンスあげるよってなるけど、まあ、他人の方はもう冷たくね、もういきなり締め切り切って、もうダメだめだ、悪いと。まあ、こんなね、態度になってるんだと思ってください。 はいじゃあ一方、今度は払った後の話にいきましょう。これ先ほどね、どこに払うかって言ったら銀行に払うって言ったじゃないですか。でね、この銀行、こういったものを作るんです。払い込み金保管証明書。投稿で1000万保管してますっていうね、証明書を作ってもらうんです。で この証明書を作ったら最後で現実ね1000万なかったとしても銀行はね新しい会社から1000万引き出されちゃうんです繰り返しますこの証明書を出しちゃうと出来上がった会社はね問答無用で1000万請求できます そのためね、このね、保管証明書って、そう簡単に作ってくんないんですよ。もうすっごい調査に調査をして、銀行は出すんですね。で、今多少違うと聞くんですが、私が勉強したときなんかはね、10営業日待たされたというのを聞いたことあります。10営業日です。だから、下手すら2週間ちょっとですよ。でね、もっと言うとね、この紙がないと、 登記申請ができませんつまりこの紙がないと会社作れないんですよ。登記申請をして登記が入って会社が出来上がるこの紙がない登記申請ができない会社作れないなんです。でそれがこれ払ってから10営業日待たされたんです。 ってことこでで実は結構叩かれたんです日本は会社が作りづらい国だと払ってもね銀行の手続きですんごい待たされちゃうとこちらなんですが昔はねどんな場面でも保管証明書っていうのが要求されましたそれによって 日本は会社が作りづらい国だ。スピーディーに会社ができない国だ。まあそんなふうに言われてしまったんです。そこで平成18年大改正をしまして基本的にはもう保管証明はいらない。銀行に払うのは間違いない。でも銀行からそんな証明書をもらわなくていいと。もっと言うとねこの×ってところですが そのバスの部分ですが通帳のコピーをつければ登記申請ができるというふうに今書いてるんです通帳のコピーでいいとまあもちろんこれ銀行は責任取らなくなっちゃうんだけど通帳コピーでいいとってしたんですねただそれでもね 募集設立は保管証明書このルールをやめませんでしたこの募集設立の方は一般投資家他人がいる他人がいる仲間内だけこの違いこの他人がいる募集設立の方ではやはり最後銀行に下手があった場合責任を取ってもらいたい。 で募集設立、一般投資家がいる他人がいるものについては最後銀行に責任を取ってもらうため保管証明書、今でも維持しています。一方仲間内でやっている発起設立は通帳のコピーで OK です。 では最後にちょっとねここちょっと小ネタを一つでも本番で出ている小ネタですこちら「設立の申し込み出資の申し込みに勘違いだまされた脅された嘘だった通報虚偽だった」ってことがあったらどうなんの何言ってるかっていうと。 えあるる方がいる会社に出資をしましまたでも後日になって「すいません」「あの出資勘違いだったんですだから取り消させてください」とか「いやーあれ脅されてたんです」とか「実は嘘でした」こういった主張をさせていいかと。 っていうとね、実はいは一旦出資するとねいろんな方が利害を持つんですよどういうことかっていうとね例えばこの方がね出資をしましたその結果今まで資本金が1000万だったのが2000万に上がったんですするとね資本が2000万に上がったってことを見て 銀行やいろんな方が融資をするんですよ。あ2000万までいったならいけるだろうと。で、このあとね、すいません、勘違いだったんで、やめさせてくださいって言って、この1000万が引き出されると、おいおい、待ってくれよと。資本が増えたから貸したのに、それがなくなるってどういうことよと。もう民法でいうとこの第三者なんですね。でしかも 第三者が多数出てくるんですよ一人の意思表示のトラブルで大多数に迷惑かけるいやこれはまずいだろうと。ということで民法のルール声援をかけます民法って基本的には1対1せいぜいもう一人先に一人いるぐらい。 この会社法のこの話は1対1ここに多数いるため民法が想定していない事案なんですそこで民法の主張ができるとは必ずしもできないしないことにしましたこれね3つにグルーピングしたんですうーん 非難のレベル分けられるなんでそんなことしたんだっていう非難のレベルを大中小に分けてみない何かっていうと例えばあの一番下心理留保通報虚偽すいませんあの出資嘘でしたこれだと非難のレベルが一番でかいです。一方 真ん中すいませんあのうちのサトシが来ませんでしたサトシって誰ですかこの子なんですああサトシさんですかえー、来ました出資しましたよどうし,しましたしました実はそんな顔してるんですけど十歳なんです嘘これ十歳はいなんであのサトシの出資を返してほしいんです嘘サトシくんなんで十歳なのいやそれは言えないうん非難できない 一方勘違い騙された脅された歌詞は中で歌詞が大一切言わせない次に歌詞が中あ歌詞が小ずっとオッケー 覚えるのは歌詞が中です歌詞が中は一定時期まで言えて一定時期から言えないこの一定時期から言えなくなるタイミングこれを覚えて会社ができた後株主権行使後議決権を使ったりする場合です。これ勘違いだっていだう状態で例えば 株主総会で一票を使うある意味法廷追認態度が追認態度で追認ほぼそれと同じになるんですよできた後や権利行使後はもうこれは使わせない言わせないよってしてるんですでは以上をもとに実際の「 試験の問題を解いてみましょう。もしよければ、こちらの方、隠して自分で丸抜を考えてみてください。まずは2015年37の E です。どうぞ。はい、これは正解、その通りになります。ポイントになるのは、この部分はここだよ。 発起人は絶対一株以上を買え。発起設率は発起人だけ株を買う。募集設率は発起人と一般投資家が買う。いずれにしても発起人は絶対一株以上を買います。はい、なのでこちらの方ですが、 どっちであったとしても一株以上は買いなさいとこうなるわけです次2020年37の「あ」どうぞまあこれさっきと同じですよねこれどっちでも一株以上を買いなさい では次、2014年37の位、どうぞ。昨後または先、または脅迫。これですが、過死レベル、避難レベルは中でした。 中は設立後権利行使後はもう言えなくなる。で今回の問題ですが会社成立後と会社ができた後ととなってますのでこれは取り消しをすることはできないことになります次。 2014年37の「う」どうぞちょっと早ければ自分で止めてもらって考えてねでこれですがここがおかしいんです当然にこの部分の話ね 発起人が払わないときは、ラストチャンスが与えられて、払わないと失権。一方、一般投資家。他人の場合については、払い込み金髪がもう決まってる。もういきなり締め切りが決まってる。その締め切りで払わないと、一発アウトで失権する。 で、今回の問題を見ると、今回の問題は、発起人がと言ってます。発起人ですから、一発アウトではない。払わないだけで当然に権利を失うわけではない。なので、こちらは妥当ではない。誤りという足になります。 では次、二千十九年三十七の問題です。どうぞ。で、これ、ここでわかったかな。これで、発起人じゃないだろう、というのを読み取ってほしいんです。 で、発起人以外はどうだったかっていうと、これは一発アウトでした。払わないとラストチャンスが来てアウトになるではないですよね。なので、こっちらね、発起人みたいなね、発起人が払わないような手続きし、ラストチャンスで失権すると言ってるこの足は、誤りとなります。 では次、2016年37のイ、どうぞ。ここの話になります。給付はすぐに、当期は後でもいい。でも当期を後にするときは、 全員の同意がいる。ということでこちらの方ですが「登記を設立後にする OK よ」要件は「発起人全員の同意があれば後にしてもいいですよ」と。 いうことでその通り正しいということになります次2016年37の絵どうぞ 保管証明書は昔は全てで要求、でも今は募集設立だけで要求一般投資家他人がいる時のものだけ要求ですそのためどっちの場合でも。 証明書の交付を請求できると言っているこの足は誤りとなりますでは最後2020年37の「を」どうぞ。 保管に関する証明書、この保管証明書のやですね。で、これは、いずれの場合であってもではないですよね。これは募集設立の場合だけ要求されますので、誤りということになります。はい、以上がこちら。 設立のところで特に今年狙われる可能性がある出資に関する、まあ、こちら講義ということになります。で、ちょっと最後にね、ちょっと設立関係なく、ちょっと学習のアドバイスをさせてください。会社法学習アドバイス。過去問、当連問題。特にね、 ×足だけを繰り返すこれはおすすめできます特にわけわかんないのが解釈法だと思うんですだから丸と書いても何が丸かわかんないんですよ×ってわかるんですあ、この部分がおかしいのねってわかるんですで、×の足だけまとめて、ね、あ、これが×なんだっていうふうにやるんじゃなくて丸×なんだと、じゃなくてこの足が×、どこが間違っているのかとあ、これがおかしいな これは間違ってるらしい。どこがおかしいんだあ、これなんだなと。間違った足先見て、それをずっと繰り返すってなると、結構知識は入りやすいです。丸か罰かという勉強法ではなく、罰だけをずっとね、集めてピック繰り返す。で、しかも、できれば似た問題を集めて、その似た問題だけひたすらやっていく。っていうのは、こ短期的に、ね、ポンと上げる方法になります。 本番の試験。民法など違って、見たことないものは何にもできません。打つ手がないです。読んでみて、この足は見たことがないなって思ったら、考えずにどんどん次の足に行ってください。はい、考えるよりも次の足に行きましょう。そして一番下、小目印。 覚えることを最小限にする。ただし過度に繰り返す。出たとき瞬時に出るようにする。これかなりお勧めします。会社法結構細かいです。まあお分かりのようにかなり細かいです。雑に10個持ってても使えなかったら意味ないんですよ。雑に10個持ってるんだったら2,3個も出た瞬間パーンと叩けるレベルのものにしとく。 そっちの方が確実性は高いです10個雑にやるんだったら23個は瞬時に叩けるようにするそれをおすすめしますでそのやり方としてはねこういったツ足だけ集めてそのツを宣言するっていう作業それえ効率よくできると思うんでもしよければ試してみてくださいはいということで、ね、ちょっと長くなりましたが えー、今回私の方の会社法に関する、えーまあ、講義というのはここまでにしたいと思いますぜひまあ会社法すっごい厄介だと思いますが最小限の力で最大の効果を上げてくださいまた私以外でも CO2 の講師の方がいろいろ会社法の講義やっております会社法に手が出せるのであればどん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 そういうのを見ていってください時間がかかるかもしれませんがちょっと、ね、しっかり見てもらった方が理解できて定着測りやすいです もしよければ他の動画も見てください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。